なんとかこの2003年5月に打ち上げることができました。で、M5 型ロケットというロケットで、打ち上げた。で、軌道上に行ってから、すぐに太陽電池を、自動的に撤回しまして、サンプラー本というのを伸ばすと、これ先ほど のビデオで、あったかと思いますので、かなり端折ってご説明していきます。それで、小惑星とかにかこうイオンエンジンを加速して展開して加速していくっていうんですけど、ではないということです。で、12時間に1回これ小惑星が自転しているので、ずっとこう撮った写真を連続してこうアニメーションにするとこう自転して見えるという状況です。このボールを落としまして、そこを目標に降りていくということを考えていました。というのは、自然の地形をこう認識しながら降りるっていうのはなかなか難しいだろうというふうに考えてたんで、あらかじめ用意した人工的なものを目標に着陸すると。で、着陸した瞬間に当初の予定ではここで弾丸を発射して、サンプルを取るということを考えています。1枚ぐらい画像を送ってきたんですけど、それをつなげてみた。で、この黒く見えるのがはやぶさ本体の影が小惑星に映っている。小惑星自体、はやぶさの大きさに比べてこんなものしかないっていうのはこれで分かると思うんですよ。で、削ったりして、着陸させるということをやりまして、この時は、着陸自体が非常にうまくいって、目標の地点に着陸させて帰ってくると、7キロぐらいまで上空まで戻ってきました。ところが、この時に、
6月13日に、カプセルを、分離することができた。でこれで探査機としては仕事が終わりなんですけど、まあ、最後に NASA の飛行機から撮った、映像ですけど、大きく燃えているところは Hayabusa 本体で、下に光っているのはカプセルですね。で本体の方は大気圏突入設計してませんので全部燃え尽きてしまうんですけど、カプセルの方は耐熱シールドがありますので、このまま大気圏突入したという状況です。でこれはオーストラリアに展開していたカプセル回収部隊の方の映像です。で、これで、無事パラシュートも開いて電波も出ましたので、カプセルを見つける。このロケットはちょっと HB ロケットを使っているんですけど、このロケットで打ち上げます。でこの形は例えば周回月軌道に周回するエンジンと着陸機を、2つに分けた構成の例ですけど、例えばこういう形で置いてで、こう着陸するんですけど、こうレーザー高度計、これはまさにハヤブサでやった技術を、そのまま使えますね。それから先ほどは人間がハヤブサの場合にはどの石がどこにある、どの岩がどこにあるって判断したんですけど、次は探査機が自分で判断して目標地点を目指していくということをしたい。でそうするとこういう大きなクレーターの中にあるこの山のこの麓に着陸するというようなことが可能になって、科学的に大きな成果が得られるんじゃないかというふうに考えています。であとはまた月にこういろんな障害物があります。それから速度が非常に速いので、小惑星のようにゆっくりゆっくり近づくのではなくてかなり速く行きますので、障害物に激突するともう壊れてしまいますので、そういうのを自分で判断して避けると、そしてそっと着陸するということが必要になってきます。で月に着陸したら太陽電池を開いてここで電力を確保するわけですけども、月に行ってやっぱり観測装置でいろんな観測しないと意味がないので、これを展開するわけですけど、実は月というのは2週間夜が続いて2週間昼です。そうすると夜の間マイナス200度近くなってしまいます。でしかも太陽電池も太陽も当たらないので太陽電池も使えないということで、夜間の電源をどうするかと、電池だけで持たすためにああいう断熱シールドを作って保温するということを考えています。それから、こう移動ロボットを動かして観測したい岩のところに近づいていくと。で実はこう月の岩っていうのは表面に砂をかぶってますので、遠くから見てるだけでは、これがどういう鉱物でできているのかっていうのは正確には分からないと言われてまして、こういうロボットに住んでるこう掘削機構で表面を削って、中の結晶構造を見ることによってこれが何なんであるということが分かると。そうするとこの石がどうやってできたのかというのが分かって、月がどういうふうになって今の状態になっているかというのが分かるだろうというふうに言われています。こう削ってから顕微鏡を観測。